グロスボア公、フランソワ・ベルナールド・ショーブラン・グロスボア公、フランソワ・ベルナールド・ショーブランは、フランスの貴族、外交官、議員、自由主義的改革家。一般に、ショーブラン公の名前で知られる。巧妙な家柄の生まれで、父親のフランソワ・クロード・ド・ショーブランの後を継ぎ、ルイ16世紀の下で王家の衣装管理係となったが、ジャンバティスト・ド・ロシャンボを率いるフランス軍で、 アメリカ独立戦争に参戦した。貴族の生まれでありながら自由主義的な思想を持ち、フランス革命を支持した。1792年2月、彼はエルミネフェリシエンヌ・ジョゼフィーヌ・タベルニエと結婚し、大使のマントとして、シャルル・モーリス・ド・タレー・ランペリゴールの部下となり、イギリス王室に仕えた。ロンドンでの彼の役目は差し迫ったフランス対、オーストリア、プロシアとの戦争において、 中立の立場を維持するよう英国政府を説得することであった。1792年5月に到着した当時は歓迎され、英国の中立は保障されていた。しかし1792年の8月10日事件及び、フランス王類16世の王権剥奪に伴い、ショーブランの立場は危うくなった。新任状は主権のない国王によって発行されたものというだけで、なく、 イギリスは自国の大使を呼び戻したため、ショーブランの正式な任務はここで終了した。9月にフランス共和国が建国されても、新しい共和国政府は彼の信任状を迅速に更新しなかったため、ショーブランのイギリス政府での正式な地位もなくなった。新しい信任状がすぐにでも来ると信じていた、ショーブランはその到着までフランスの暫定的な大使として認めて、 欲しい旨を主張したが外務大臣、ウィリアム・グレンビルは彼をフランス共和国代表として認めることを拒絶し、新任状と公文書を付き換えした。ショーブランは1793年1月にようやく新しい新任状を受け取り、イギリス国王に提出するため越見を申し入れた。しかし、不幸にもその前日にルイ16世はフランス議会から死刑判決を受け、 数日後には処刑されることになっていた。ショーブランは1793年2月1日までにイギリスを去るよう命じられ、イギリスは戦争の準備に入った。パリに戻るとショーブランは革命の支持を表明し、フィレンツェのメディチケにフランス大使として派遣され、フェルディナンド3世に新しいフランス共和国を承認するよう交渉するが、それは失敗に終わった。ショーブランは パリに呼び戻され反逆者として投獄されたが、テルミドールのクーデターで、マクシミリアン・ロベスピエールが逮捕された後、釈放された。1800年に、五民院議員に選出され、1804年2月には、リース県の知事となった。1811年には、男爵の位を授けられ、国務院に勤めた。1812から1814年には、 カタルーニャ州の観察官として派遣され、スペイン王に就任していたナポレオンの兄、ジョゼフ・ボナパルトをカタルーニャ人が認める、よう説得する任務に当たった。1816年には会議員に選出され、報道の自由と選挙権の拡大を主張した。優れた演説者として名声を得、議会において左翼、共和正論者、自由主義者として重要な役割を担った。 1827年に再び会議員となったが、それ以後は目立って重要な公務は果たさず、1829年に大官。ボーヌの死闘派修道院を買い取って改築し、自宅とした。3年後にパリでこれらにかかり死去した。バロネス・オルツィの小説、ベニハコベシリーズにおいて、ほとんどの巻でスカーレット・ピンパーネルの敵となるのが、 実在のショーブランを客色した首都はイアン、ショーブランである。実在の人物と小説の登場人物としてのショーブランには類似点もあるが、オレツィの描いた彼の任務、人格、来歴は事実とはかけ離れている。ありがとうございます。